AI がスクロールするとね、ただになりますよ、自分に入札するシステム。
か配当って言ってお金くれるじゃん会社から。その分の税金がやっぱり 21.5% かかるんですけど配当に対して、それもただね、普通にやってるとその2割ぐらい国に持ってかれるのがまるまる儲けとして自分に持ってくるもんで、はい、1億円そう株を買うか、株がいっぱいこうつ、セットになっている投資信託を買うかっていう形。基本は全部そういう話、まあそればっかりですね。今いろんな商品が、日経平均みたいなことって聞いたことある？聞いたことあるよね、あれ、4万円になりましたよみたいな話があって、それこそ一番リーマンショックの頃は7000円台とか8000円台の時があったんですが、それが4万になったんだけど、その日経平均を商品で8000円の時点で一気にドンと突き込めば今の時点で5倍になったのっていう話じゃん。だけどこれをそれまでいろんなことあったんですけど、コロナ禍でドンと下がったりとか、今みたいにドンと上がったりとかっていうのをこう月々こうやって積んでいっていくと最終的にはいいことがありますよっていうのが、この間挙げたじっちゃんが3回目、4回目見た動画なんだ。で、なかなか損することも少ないっていうところもある。
結局安い時に買って高い時に売るっていう感じで、手数料は安い方がお得じゃないっていう話をもう終わり。ここ違う？平吉？これ終点金は言った。じゃあそう。終点できるからまあそうだわ。なんかさやちゃん激怒してるもんで。今ね、あの小学校3年生でも分かるやつを一生懸命。幼稚園で分かれてる。小学校3年生でレベル高すぎる。小学校1年生はいいって言ったの。